こんにちは、和田です。この度、週刊新潮ですけれども、ホテルアソシア静岡のですね、協賛によりまして、古都を旅するとっておき私の静岡ということで、これ23日号が16日に発売されまして、まあ、そこでは静岡浅間神社が取り上げられています。で、この23日の発売の号では、まあ、今度は駿府城公園を扱います。まあ、そういったところで、ここから4週ほど私の記事が出ますので、ぜひご覧いただきたいと思います。まあ、この浅間神社の後、その静岡のですね、駿府城公園および諏訪原城の取材に、この YouTube も同行いたしましたので、そちらの画面の方もご覧いただきたいと思います。今日はですね、新潮社の週刊新潮の撮影で、今静岡市内、ちょっとね、いわゆる、まあ、なんていうんですかね、私のおすすめのスポットをご案内するということで来ております。まあ、今ちょっとね、浅間神社に来ているんですけれども、ちょうどまあ漆塗りの足場を今組んでいるので、音がちょっと聞こえるかもしれませんけれど、まあ、今私が立っているところがこの神戸神社、まあ、要するにこの静岡浅間神社というのは、かつての駿河の総社ですね、駿河の国の総社の神戸神社と、それから、富士宮にあります富士山、富士浅間大社の、まあ、いわゆる新宮として、このだからこの社殿はこちらが神戸神社で、向こうが富士新宮ということになります。で、そこの看板にもあるんですけれども、まあ、最初はですね、三代将軍家光の時に建てられたわけですけれども、まあ、それが火事で焼けたりして、このあと十一代将軍家成ですね、その時に再建されたのが今残っております。これがその建物です。これも見事な朱塗りで、彫刻もまあ見事ですのでね、まあ、日光東照宮とちょっと並ぶようなね、まあ、そんな感じにもなっております。まあ、まずこの静岡浅間神社をご案内いたしました。はい、これ1年前にきれいに塗り替えられた楼門なんですけれども、まあ、あそこの額ですね、東国総社、これが神戸神社で、左側の方に富士新宮と書いてあります。まあ、これがいわゆる富士浅間大社、これが駿河の一宮なんですけども、その新宮としてここに祀られているということになります。はい、まあ、今駿府城公園の発掘現場はもうこの YouTube でも何回かねお見せしてますけれど、今日はですね、あそこに富士山がよく見えるんですよ。で、ちょっとね、そこをね、この駿府城から富士山がどう見えるかっていうところをね、今日はちょっとお話ししたかったので、まあ今日ね、ここでちょっと撮っています。まあ家康はそれこそ富士山大好きでして、この駿府城と富士山を多分並べたかったんでしょうね。ですからその富士山のまあ見えるぐらいのところにやっぱこの天守を建てたかったということが、やっぱこの位置に立つとねよくわかるんです。そういったところをね、今日はちょっとご案内いたしました。諏訪原城跡にやってきました。ここにありますように諏訪原城ビジターセンターというのが、これ新しい、まあ、見てもお分かりのように、まあ、まだできて3年目ということで、ここをですね、まずは城跡を歩く前に見ていただくと勉強になりますので、ご案内したいと思います。で、ここにはですね、まあ、いわゆる諏訪原城模型ということで、これ実はあそこに書いてありますけれども、島田工業高等学校の建築家の、まあ、生徒さんが作ってくれた、これはなかなか、分かりやすい模型ですので、これもちょっとね見ていただくといいんじゃないか。あといろんなね、この周りに、まあ、
長官図ですね、復元された、そういったものも展示されてますので、まあ、ここで、諏訪原城という城がどういう城だったのかということを、まあ、頭の中に入れて、それで、城跡を歩いていただくと分かりやすいというふうに思いますので、まずはここをご案内いたしました。それでは実際の城の方をですね、これから見に行きたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。嬉しい。どう、諏訪原城の見どころの一つがこの辺りなんですけど、ここの、まあ、曲輪の部分に大きな堀と、あとこちらですね、これは二の曲輪の北馬出しということで、まあ、こちらが馬出しなんですけれども、向こうが城外で、ここにすごい堀を掘ってます。でこれがそれこそいわゆる有名な三日月堀、丸馬出しというのは丸くこう輪になっているようなね、半月状のものが、この堀になってます。これが、まあ、いわゆる武田流築城術の、まあ、特徴なんですけれども、実はこの諏訪原城というのは武田の城を落とした後、徳川家康が、今度はですね、牧野城というふうに名前を変えて使ってるんですよ。でその時にこれも発掘の成果なんですけれども、武田の時代のものをさらにそのまま三日月堀なんかは使ってます。だけど、さらに大きくしてるというね、ところの成果も、まあ、発掘なんかの結果出てきてました。まあ、そんなわけで、広大な今、城跡整備が進んでいるところです。それでは、ここを見ていただきましたので、次本曲輪の方へ向かっていきたいと思いますので、ちょっと歩きます。はい、諏訪原城のですね、本曲輪の一番奥にやってきました。ここからですね、いわゆる諏訪原城がいかにすごいかっていうのが分かる場所なんですね。断崖絶壁になってます。今ちょっと遠くを大井川が流れてますが、戦国時代はもう少し手前だから、大井川が自然の堀になって、しかもこの絶壁になってますので、もうこちらはもう完全に、敵は攻めてこれないという、まあ、そんな作りになっている、まあ、そういったことになります。そして今私たちこのように、視界がバッと開けますけれども、これは、最近なんです。クラウドファンディングで、この辺の木を切ってくれたもんですから、それで、まあ、よく見えるようになりました。まあ、この切った木でこのように、まあ、ベンチなんかもね、作ってくれましたので、まあ、ここら辺りで、ゆっくりお弁当でも食べながら、楽しめるというね、そういう仕掛けにもなってます。今回は以上で終わらせていただきます。